サラマイクの本番客、お待たせいたしました。ただいまからでは第2部を始めさせていただきたいと思います。2017年度の、はい、京都でのヘクタールパーティーをただいまから開催いたします。どうぞよろしくお願いいたします。スピンナーヒーチャーのミュージックだけは飲み上げて、アルハンドリンダイの大学に、まず、開会にあたりまして、ムスリムが何か集いを持つときにはいつもそうなのですが、コロアーンの読書から始めるものですので、この回も同じようにコロアーンの読書から始めたいと思います。では行徳平山市のイマーム礼拝堂してあるナミダ先生お願いします。アウズビラヒミナシシャイタニルラジーム。والله الذي
それを聞いていただきます。それから寸劇です。そしてイスラムに関わる特に断食についてのお話レクチャーとなります。そして閉会の授業を経て、断食を解く前のお祈りを捧げ、そして6時56分に断食を解くことになります。ご表情を聞いてください。ではただいまから子どもたちによるナシード・イスラームの歌を聴いていただきたいと思います。子どもたち諸君、よろしくお願いします。このイスラームの歌を歌ってもらう子どもたちは行徳ヒラマッシド・イスラームの礼拝場で毎週末ですね、原則毎週末週末学校というのを行っております。親子週末学校です。両親のうちどちらか一方が必ず付き添っていただく形で親子ムスリム親子週末学校というのをやっておりまして、もう200回以上数えるんですけども、2010年からですね続けておりまして、この中でイスラムの歌というのを練習する機会を設けております。その趣旨の一つとしましては、イスラムにおける歌や音楽というのはご存知の方もあるかもしれませんが、実は賛否両論があります。ムスリムが、世界中のムスリムがみんながみんな手を挙げて賛成するものではないところがあるんですけれども、でも放っておいても黙っておいても子どもたちはこの国でこの社会で育っている以上を日本の歌や欧米の歌に慣れ親しんでいきます。ですので何か変わりとなるものが必要です。そういったことからイスラムの教えに反しない、むしろイスラムの教えをより親しみやすく分かりやすい形で子どもたちに親しんでもらえたらと、イスラムを歌の形で続けているのがこうしたイスラムの歌です。今日は2曲ご紹介します。ハスビーラッビー、アッラがいれば何もいらないという歌とラマダーンの歌。このラマダーンの歌は桜のリズムに合わせたものです。ハスビーラビージャンナーラI'm
今年の寸劇の演題タイトルは公平さは神への畏敬の念から来たりしものというものです。公平さアデル、平等であること、公平であること、正義を持って振る舞うことというのはイスラムにおけて非常に大切な美徳の一つとされています。特に家庭の長、父親である方が多いでしょうけれども、家庭の長が長をはじめ地域のリーダーから国のリーダー、国の指導者、そうした指導者にとってはなおのことを大事なものとされます。そうした公平さはそもそもどこから来たりしものかといえば、やはり目には見えないけども確実におられる唯一の神様への畏敬の念、神様を恐れかしこむ気持ちから来たりしものだというものが今回の寸劇の演題です。公平さアドルは神への恐れ、たくわから来たりしものの脇。第1幕、ある時代のとあるムスリムの国です。アッサラマライ君、皆さんに平安がありますように。今回の主人公はある時代のとあるムスリムの国の王様アーディリ王です。公平さという感さ、聡明さで知られたこの王様は昼間は正義の実務に忙しくし、夜は眠る時間を惜しんで街中を歩き回り、人々の暮らしに問題はないかを確認しようと努めるのでした。アッサラマアレイコン、皆さんごきげんよう。誰か困ってる人はいないでしょうか。何か異常はありませんか。上に苦しんでる人はおりませんか。何か病気で苦しんでる人いないでしょうか。誰か暴力に怯えている人はいないでしょうか。誰か困っている人はいませんか。私は唯一の神様から預かった王権というこの途方もない責任を前に気の休まる時がないくらいです。というのも、もし万が一にでも不当な理由で、理不尽な理由で苦しんでいる人があったとしたら、それはひとえに私の責任になってしまうのですから。アッサラマアレイコン。ワアレイコムサラーム。王様、どうした、どうした。悪いお知らせがありますか。どんな知らせだ。なんか牛乳に水と混ざってるっていう噂がありますが。牛乳に水が混ざってるって。はい、そうです。一体誰がそんなことを。いや、それは分かりませんが。それはけしからん大変なことだ。一体どうしたのか。もし王様、もしよろしければ私の方で、確認させていただけますか。いや、それは私の責任だから私が確認せねばなるまい。よかったら君、手伝ってくれるか。はい、もちろん。よろしく頼む。はい、よろしくお願いします。第2幕、ある母親と娘の自宅のそばで、来る日もアーディル王は王様としての責務を果たすべく、懸命に努力するのでした。そんなある晩のこと、新しい家来と二人で夜の見回りをしていると、母親と思わしき人がその娘に大声を上げているのが聞こえてきました。二人は聞き
耳を立てながらそのやり取りに聞き入るのでした。この辺り一帯がその牛乳売りが住んでるというところかな。そうですね、混ざってる人はもしかしてここに住んでるじゃないですか。なるほど、その可能性があるということは。あそこから何か聞こえませんか。確かに何か聞こえてくるよ。さあさあ、明日市場で売る牛乳に水を足して量を多くするのよ。少しでも多く売れた方が暮らしが楽になるでしょう。お母さん、それはダメよ。今日もまた王様のお名前でお触れがあったでしょ。バイバイでごまかしをすることのないように言って。何を言っているの。その王様や家来は今ここにいないじゃないの。誰も見てないんだから大丈夫よ。お母さん、見られていても見られていなくても裏表ある振る舞いをしてはならないでしょう。王様が見ていなくてもアンラーが見ておられるのを忘れないで。お、マーシャーアッラー、聞いたか今。すごいですね、マーシャーアッラー。素晴らしい。皆さん、今の少女の言葉聞きましたか。ハーナッラー、なんと素晴らしい。いや、実に素晴らしい。こんな素晴らしい子には素晴らしい褒美を使わせてやらないといけませんよね。どんなご褒美がいいだろう。第三幕、ハーディ王とその息子。サラマライコン、皆さん、これは私の自慢の息子、アッドンダーです。今日は皆さんに重大な発表があります。あの敬虔な少女を私の息子の嫁にもらい受けたいのです。どうですか。母親の言葉に惑わされることなく真実の言葉を言い放った、あの敬虔さ、あの信仰深さと勇敢さ、あれこそムスリムの鏡です。どうだやっぽんだ、あの子を君の伴侶、パートナーにいただくというのは、お願いするというのはどうだ。王様、なんだ、結婚ですか。ああ、結婚だと思う。なんですけども、あの皇太子は平民の娘と結婚するというのはちょっと大丈夫ですか。大丈夫ですか。何をしてるだけに。一体何年私のもとで仕えてくれているのか。すいません、皆さんに改めてお伺いしますよ。イスラムで大事なものって何ですか。社会的な地位ですか、階層ですか。タクワですよね。タクワだよね。その通りです。ここにある、心にある唯一の神様への恐れの気持ち、畏敬の念ではないでしょうか。そこに王家や貴族であろうと平民であろうとどんな違いがあるというのです。アウズビラヒミナシャイトニルラジーン、ビスミラヒラハマニラヒーム。インナアクラマクムインダアラーヒアツカーコム、本当に何時らのうちで最も尊いものは最も神を恐れるものであると唯一の神様も仰せられているだろう。アッラーおっしゃっている通り。ということで、どうだアッラー、君の生涯のパートナーとしてあの娘さんを、敬虔な娘さんを迎えてはどうかね。はい、父。よろしい、アカンブリンナ。では早速その訪問の、求婚の訪問の準備を、支度をしてくれたまえ。はい、アハミラー、アンドリンナー、アキール、アマーハッサル。こうしてめでたくアーディリオンの息子と
敬虔な少女を結婚し、それがこの際にはアーディリ王の知性に引けを取らないほどの素晴らしい王様が輩出されたのでした。実はこのお話、もともとは預言者ムハンマド様の2代目の後継者ウマル様の時代にあったお話。敬虔な少女と息子さんのアーシムを結婚させ、やがては後に5人目の正統カリフと呼ばれるほどの素晴らしい指導者となったアブドゥル・アジーズの息子ウマルが現れることになったのでした。信徒として、すなわち唯一の神様に愛される存在としての子供たちの将来は、両親の神との接し方が大きな鍵となります。ラマダーンでいつも以上に家族の交流を深める中、それぞれ今一度考え直してみましょう。最後にディズニーら劇団ヒーパーのメンバーを紹介します。何か一言添えたいことがあればどうぞ。はい、今回も皆さんご清聴、ありがとうございました。ナレーターを務めてくれました前野咲菜さん、それから敬虔な少女役をしてくれましたウィアン・バラハナさん、お母さん役を務めてくれました相良香菜子さん、で王様の息子皇太子役をしました前野アミン君、そして夜の通行人役をしてくれました、お兄ちゃんどこ行ったくれました宮崎アミラちゃんと、相良イーサー君とお兄ちゃんのファーハー君、それから、王の側近役をしてくれましたタリク・アテアン先生です。そして毎度私ばっかりですいません、前野でした。ありがとうございました。お待たせいたしました。皆さん、あとにまして、サラマイクマンマイムです。ただいまから、今回の基調講演となります、ラマダーンの意義とメリットについてお話しさせていただきたいと思います。ビスミラーラヒム、ジャイアン、クシッカキアナ、ナミュアアハンドリラヒロミラアラビー、バレガシャンナルズスペカンショーさんがありますように、アドロスラーティバタンドスミラーラセイディナ、モハンマディン、アラアリヒロサッキアジマイン、我が少女のマンマさん、お父さん、ご家族、ご教員全員に最高の祝福を願いますように。アラハマアンディナナナファウナ、アラドカラシに役立つものを教えてください。アラアナリマアダルタナ、アラドを教えてくださったものを役立たせてください。バズンナアリマンのアマナミタファダーナ、ハマハミン、どうか私たちの知識を高め、あなたの受け入れ所となると思わせてください。アマハミン。私は、なお前のなおきと申します。娘名はアハマド・アブ・ハギーです。こんな格好、これはここまで療養してる格好はいつもしないんですけれども、特別な時にしかですね、寸劇の役からそのままこの格好でさせていただいておりますが、普段は会社員をしております。普通のサラリーマンです。よく勘違いされるんです。お話しすることが多いので、きっと私はイスラームのですね、イスラム関係の仕事をしているに違いないと。いえいえいえ、普段は毎日日本の会社で、大手町の近く大手町で働いております。それこそ上司に毎日ほぼ毎日どやされながらですね、自分の自我と懸命に戦いながら頑張っておつもりです。ではラマダンの意義とメリット、ラマダンのお話となると毎度同じようなことが続くので、ほとんどネタ切れで、あ、またその話と聞き飽きた方がおられるかもしれませんが、そこはどうかご容赦ください。ラマダン、ラマダンっていうのはそもそもアラビア語で非常に熱く熱く熱された熱された石だったりしてもね、熱されたものを物事言います。熱くて火傷してしまうくらい熱されたということで、ラマダンというのはその熱い熱によって私たちの罪を過ちを消してくれるもの、焼き
焼き消してくれるものというものがもともとの意味としてあります。でこのラマダンには私たち普段使いの日本語では断食という言葉で言っておりますサウトとかスイアンというものがします。アラビア語ではサウトだったりスイアンだったりんですけども断食のことです。でも断食というのは分かりやすい言葉ですけれども 100% 忠実にこのアラビア語で言われているサウトまたはスイアンを表している訳語とは言っていません。むしろ仏教用語でいう再会の方が正しく意味を表している日本語と言えます。それはどうしてかといえばラマダンの断食はラマダンの断食はただ単に食べたり飲んだりしないだけですか。びっくりした、ラマダンの断食は分かる方答えてください。ラマダンの断食はただ単に飲んだり食べたりしないだけですか。何が他に大事ですか。子供優先します。ごめん、イサ君の前方、イサ君分かんない。じゃあ代わりに答えられる人、はい、喧嘩しないこと。そうですね、喧嘩しないことだったり悪口を言わないことだったり怒らないことだったり、非常にこのラマダンのラマダンだけじゃないんですけども、その断食です。イスラムの信徒ムスリムが行うべきとされる行いの中でのこの断食というのは非常にユニークです。どの点がどうユニークなんでしょう。他のものと比べてください。礼拝や信仰告白から始まってイスラムの五行、さっき子供たちのクイズにも出てましたね。イスラムの5つの柱、ムスリムが果たすべき行いって5つあるとされます。何ですか。
断食と他の4つを比べて決定的な違いがあります。何でしょう、どう違うんでしょうか。ここ答えていただきます。はい、はい、質問聞いた。質問はね、断食と他の行い、サダ、礼拝や施しや巡礼や信仰告白と違うところは何ですか。ドア、変わらない、同じ。はい、その通りです。アンナタネだけに意味、他のも、そうですね、じゃあ、お願いします。ありがとうございます。そうです、一番大きな違い、それは断食だけがしない行いなんです。他のは全部しますよね。礼拝をします、施しをします、巡礼をします、信仰告白をします。でも断食は食べない、飲まない、怒らない、悪口を言わない、喧嘩をしない、しないんです、しない。そうすることで今答えてくれた一番大きな違いが明らかになります。それは断食だけが本当の意味で、本当に本当に唯一の神様にだけ評価されうる行いだということです。違いますか。他の礼拝や施しや巡礼やっていうのはする行いなので、人に見られますよね。人に見られます。なので、ひょっとすると中には、マシャアラー、なんて素晴らしいムスリムなんでしょう。もう、いつもマシドに必ず行ってて、礼拝はマシドで全然いつもしてる。マシャアラー、なんと素晴らしいムスリムなんでしょう。格好もいいよ、立派なおひげで、マシャアラー、マシャアラー、素晴らしい。と、で、施しいっぱいするチャリティ、慈善家、世界にたくさんいますけども、ひょっとすると中には、素晴らしいチャリティ、慈善家、と、皆の称賛を浴びたくて、皆に褒められたくてしているかもしれない。見栄が入り込む余地があるわけですよね、他の行いは。でも断食だけは食べない、飲まない、怒らない、しないので、それこそ個室に入ってですね、個室に入ってキョロキョロして誰もいなかったら、誰もいないから飲んじゃえ、食べちゃえってことができるじゃないですか。でもそれをあえてしないのはなぜですか。唯一の神様の目を気にするからじゃないでしょうか。意識する。なので初めて本当の意味で神の評価を受けられる行いだという断食の 特性がはっきりしてくるわけです。じゃあその断食は何のためにするのか、分かる人、答え書いてあります。断食は何のためにするんでしょうか。はい、アンナのために。アンナのため、うんうん、正解だ、間違いじゃない。アンナのために断食をして、君はどうなりたいの。断食をして答えました。うん、アンナのためにもちろん断食するんだよ。するんだけど。断食をしたらどうなる？どうなるためにするのか？もうちょっと断食をするようになる。はい。我慢できるようにする。我慢できるようにする。うん、悪くない答え。コロナではこのように言われています。
قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون なんちゃら信仰する者たちよということで、もちろんこの言葉はコラーの中にはそれこそやあいはなーす人間よと人々よと全人類に向かって投げかけられている神様の御言葉があるんですけども、これは信じる人に向けた言葉です。信じる者たちよ、なんちゃらには生断食の断食が義務として定められた、なんちゃら以前のものにそう定められたようにである。その後がミソです。その後がポイントです。ラッダに立った本、きっとなんじゃらは神を恐れ賢むものとなるであろうと。このタクは今日の寸劇のテーマでもありました。目には見えないけれども確実におられる唯一の神様を恐れ、神様前に賢まる気持ち、その気持ちを高めるのが断食の目的です。つまりラマダンの断食頑張って食べない飲まないしていても、その人の性格が全然良くならないということで終わってしまったり、いつも神が怒っていつもイライラしていたり、いつもしかめ面していたり、それこそ人に危害を与えたり、そんなことをしていては全然この目的にかなった断食ができてないわけですよね。非常に大事な点です。イスラームの学者先生たちの先達にあたるイブヌ・カイエン・アル・ジャウズィヤという人にこんな言葉があります。スヤン・リジャームタメイン、スヤン、断食というのは全く神を恐れかしこまる者たちにとっての手綱であるって言うんです。手綱。さあ別のクイズ行くよ。これは分かったらすごいな。皆さんから向かって右下と左上に武将の戦士のですね、歴史的に有名な将軍の写真が載っています。誰と誰でしょうか。はいはいはい、真田幸村、真田よく分かったね。その通りです。日本一の強者と歌われた真田幸村が、こちらの皆さんから向かって左上ですね、左上の写真です。じゃあこちらは向かって左下、右下の一つを日本の武将で飾っているわけですから、もう一つは対比的なものというもので、イスラームとちなんだものですというのがヒントです。もう一つヒントを立ち上げますと、私は2000年から2006年までの間、シリアのダマスカスというところでイスラームの神の学校の神学ですね、を専門的に勉強してまいりました。このダマスカスにこの像が建っています。あの辺りで、有名を馳せた将軍といえば、それこそヨーロッパにも名を轟かせ、ヨーロッパでも非常に公平な正義の王将軍として有名なイスラムの英雄といえば、イスラム指導の英雄といえば誰？あんなは英雄どころじゃないけどね。あれ？皆さん日本史ばかりの専門家ですか？はい、その通りです。サラフッディーン、サラフッディーンのアユーニ、いわゆる
カタカナとサラリンですね、サラリンで知られる商品です。マーシャー、ママ、サラフッティンないように、サラフッティンです。で、これをさておき、もう一つ、何のための手綱なんでしょう。断食は手綱だっていう話から始まったんですけど、何のための手綱なんでしょう。で、ここでおそらく去年聞いてくれていた方は、あ、その質問ねと思い出していただけるかもしれませんが、世の中で一番お金儲けになるビジネスは何ですか。トップ3を挙げてください。世の中で、人道にかなっているかなっていないは抜きにして、事実として現実として一番お金儲けにつながっている3つのビジネスがあります。何でしょうか。3つセットで答えていただいて、答えられる人いますか。ヒントください。ヒント今申し上げました。人道を抜きにします。正しい正しくないを抜きにして、儲けるためには何が分かり通っているでしょう。ということで、この手綱、断食が何の手綱になるかというと、それら3つに深く関わっています。そもそも人間が、一般の人たちがそれになびかなければ、それに影響を受けなければ、流されなければ、そうした3つのことから、戦争だったり麻薬だったり生産業だったりというのは、ちとも儲けることにはなりませんよね。でも現実問題として、
トップ3のビジネスとして上がっている。それはそうした私たちの欲です。欲望がまかり通っているからに他なりません。欲望が野放し状態でまかり通っているから、だからこの私たちの人間世界は悲しいかな、そのような欲にまみれた人たちが牛耳ってしまっているような結果になっている。ということで繰り返します。断食は手綱なんです。何の手綱かというと、この欲をコントロールするための手綱なわけです。私たち人間の欲をコントロールするための手綱、つまりそれは言い換えてみれば断食、ああムスリム今年もラマダンで断食なのね、大変ね、じゃなくてムスリムだけのメリットになるんじゃないんです。もう人間みんな全人類にとってためになることです。だってそうじゃないですか、私たちの欲というのはコントロールしないと放っておくとブク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 、食欲、性欲、我欲です。我欲、ナフスですね、自己表現欲だったり怒りだったり、この我欲があるためです。これらは与えてやれば与えてやるほどもっともっとと次を欲しがるんです。食べた、ああおいしい、そこでアルハムドリンがその神に感謝することなく、糧を与えてくださった存在に感謝することなく、ああおいしいで終わってしまうと、もっと食べたい、ああおいしい、もっと食べたい、もっともっともっと止めのなく終わりません。我欲、怒りに任せてどんな悲しい出来事が世界でたくさん起こっていることでしょう。自己表現欲、これもどうしたら終わりじゃないですか。そしたらみんな自分を表現したいっていう欲はあるんですよ。でもそれをコントロールしないでいいから、それこそ挙句の果てには何ですか、全部脱いでしまうんですか。私たちの欲はコントロールしてやらないと大きくなるばかり、ということで手綱が必要なんです。なのでこの手綱になるのが断食ということで、断食は何もムスリムのためにだけメリットになるのではなく、みんなのためになるものということを、特にムスリムの兄弟姉妹の皆さんよく分かっておいていただきたいと思います。もう一つ別のクイズです。人間には敵が2つ存在します。何ですか、何と何、私たち人間の敵は何ですか、はい、シャイタンとジン一緒だ。シャイタンはジンから現れてきた。いいよ、一つ正解。シャイタンと、あともう一つ何、はい、悪い人が敵なんじゃない、惜しいね、頑張ってよく頑張った、はい、あとは言ったらシャイファン、はい、おお、さらにその通り、自分のどんなところ、今答えてくれた人に自分の心全部、心にはどんなところがある、良いところもあるな、
在と自分自身です。自我ですね、先ほどの自我です。自我は外欲、私たち自分の悪いところのことを言います。それが私たちの敵です。なので、悪魔は敵だというのは分かりやすいです。私たち自身にとっても注意しやすい、警戒しやすいです。別物ですから。でも忘れてはならないのは、私たち自分自身の中にも私たち自身にとっての敵となる存在があるということです。それが自我、外欲ですね。それらに打ち勝つためにこの断食は大きな役割を果たすというわけです。じゃあその公然たる敵2つのうちの1つ、悪魔、サイタンの上等手段というのがあります。人間を惑わす手段です。これら7つ、前方敬遠、前方敬遠、マスドにさら礼拝に行くの、それって本当はよく見られたいからじゃないの、褒められたいからじゃないの、それよくないのやめとけば、先延ばし、僕、私、今日ラバタンの断食頑張ります、マーシャーのお父さんお母さんに喜んでもらえた。でもシャイターンが囁きます。今日からやるの、明日でいいじゃん、来年でいいじゃん、来年で、大きくなってからでいいよ、先延ばしです。それから見え、何か良いことができた、何か良いことをする、それはよく見られんが残念、褒められたいが残念であったり、焦り、もう手遅れだって、もう今から良いことしたってもう遅いよと焦らせたり、うぬぼれ、うぬぼれ、うわー君すごいね、タラウィーヒの礼拝20ラカーも2時間かけてできたね、すごいね、マシャアと自尊心をくすぐらせる。また見返り、誰かに良いことをして、これだけ良いことをしてあげたんだから良いお返しをしてもらって当然でしょ、え、お返しないの、何それ。あと定め、何かがあった、例えば悲しい出来事があった、それをもって失敗してしまった、ほらこれはアンバーがあなたに定めたことだから、もう何をやっても無駄ない、成功しやしないって、と前後から遠ざける。とこのようにシャイターンは、悪魔はあの手この手で私たち人間を正しい道からそらせよう、そらせようと虎視眈々とチャンスを伺っているのです。でも本当のムスリムは本当に唯一の神様のことを一番大事にして、それがゆえにこの世を清く正しく生きていたいと、生きたいと思う人は惑わせることはありません。そしてこれは一般の皆さんにも知っておいていただくということだと思いますが、ムスリムのお友達、お知り合いと接する上で大事なことです。ムスリムのメンタリティを知る上で大事なことです。ムスリムってイスラム教徒は一体どんな世界観を持っているのでしょうか。私たち日本、私もそうですが、日本で生まれ育った日本人だったり日本育ちの人にとっては親しみのある仏教の世界観というのは何でした。仏教の世界観、
はい、はい、仏教の世界観輪廻転生ですね。その通りです。ありがとうございます。輪廻転生です。輪廻転生というのは前世があって、今生きている私たちというのは現世で、そして死後の世界、あの世は来世としてあると。それが転生する、繰り返し繰り返し続くというものですね。で、面白いなと思うのは、日本の人が抱きやすい輪廻転生観というのは非常に好都合な、調子のいい輪廻転生だと思います。いかがでしょう。なぜって、本来の輪廻転生というのは陸道輪廻といって、私たち今この世の行い次第で、あの来世では何に生まれ変わるかわからないのが正しい輪廻転生からですね。それこそ、天人に、天上の世界の住人になることもあれば、虫や動物に生まれ変わってしまうこともあるわけです。そのように見なすのが正しい輪廻転生からですね。でも面白いことに、日本の多くの人は、私には前世があって、現世があって、来世もあるんだよ。で、何かロマンチックな出会いがあると、つい最近、全然前世なんて言ったら流行ってるんですけども、前世から、知り合っているし、で、来世でもずっと一緒だよみたいなんですね。一体僕の誰が人間だったということを約束して、人間に生まれ変わると約束してもらえるのというのが、本筋なんですけれども、そんな感じで都合の良い輪廻転生観が広まっています。でもムスリムの世界観、メンタリティというのはそうではありません。これはムスリムなどを強調するわけではなく、一神教徒、ユダヤ教徒やキリスト教もしかりです。およそ一神教徒はこのような世界観を抱いています。限りあるこの世と永遠に続く永遠のあの世です。永遠の。じゃあもう一つ別のクイズです。この世はせいぜい長生きできても100年かそこらです。100年そこらです。実はこのままでお伝えしているのかどうか分かりませんけども、今日私はびっくりしました。実は午前中にですね、実の父が亡くなりまして、この後すぐ失礼するんですけども、66です。短い生涯だったと思います。と、ことさように、My brother and sisters, today my father passed away.Please pray for him that Allah may Allah subhanahu wa ta'ala treat him as one of the Ahlul Fatwa, people in between, those who haven't received the message of Islam in the right way, so that may Allah forgive him. と、死はいつ訪れるか分かりません。この世は非常に短い、限られている。それに比べて永遠に続くのがあるんです。じゃあ質問、100を違うか、永遠ですね。永遠を100で割ったら、逆ですか。つまり永遠の世界を前にした100年の人生ってどれぐらいの価値がありますかというのが質問。 Which one should it be? Eternal divided We divide one What will cost? AN を100で割ってください。いいんだね、100は100ですね。100は100じゃない。
永遠をかけたわけですね。はい。違います。永遠を100で割るとこの世の価値が出てきます。はい。永遠って何だって？ごめん、何て言った？答え永遠？そしたらすごいハッピーじゃん。この世は永遠に続く？もう一度言います。永遠をこの世の100年で割るとこの世の価値が出てきます。数字で出てきます。はい、違います。はい、違います。はい、違います。だから逆でしたね。やっぱり 100を永遠で割るんです。はい、それから軌道修正の月とされます。わかりました。1000もう一つムスリムの面白いメンタリティに、全ての行いがポイント制になっているというものがあります。最近でこそポイントが貯まるというのが私たちの生活で密接なものですよね。近しいものです。何かどこどこのカードを使ってお買い物をするとポイントが貯まって、それこそそのポイントでお金に換金することもできれば何か商品がもらえたりもする。私たちムスリムの場合は何か善行をすると私たちのあの世口座にポイントが貯まるんです。でしょ。あの世口座にポイントが貯まるんです。しかもアンダーはアラビア語で唯一の神様のことをアンダーというわけですが、アンダーは非常に寛大なお方なので、一昔前に日本でも倍返しという言葉が流行りましたが、倍返しどころか10倍返しが基本です。アンダーにかかったら、唯一の神様にかかったら10倍返しが基本の報奨制度となっています。だから質問、100円の施しをしたら君たちのあの世口座にはいくらのポイントが貯まりますか？本当？10。せーの、待ってね。
100円の施しをしたら1000円貯まります。1000のポイントが上がっております。すごくお得です。たった一つの善行が10倍にして返してもらう。おまけに今私たちのいるラマダン月はラマダンボーナスキャンペーンというのが行われておりまして、そうでしょ、10倍から700倍ですよ。700倍、10倍から700倍の利率でポイントがどん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 溜まっていくわけです。ラマダンボーナス、ラマダンキャンペーンです。アラハッカー。おまけにそれは基本の木ですね。ラマダンキャンペーンの基本線はそこにあります。10倍から700倍。でも本当のご褒美というのはそれどころじゃ、700倍どころじゃありません。預言者ムハンマドというそのパーパーに言わされた西暦7世紀のアラビア半島に実在したイスラムの見方では最後の預言者とされる人がこんなことを言われています。コルアンとは別に唯一の神様の言葉として教えてくれているんですけども、いわくふだありみあだまらいんなっそうふいなほりわらなあじゅずいり、人のアーダムの子、すなわち人間のあらゆる行いはその人のためにあります。ただただ断食を除いては、断食は我がためにあり、それより我が褒美を授けようと神様がやれているということです。断食以外の行いはこれまでも話をしてきましたが、私たち自身のそれをする当人のためにあります。よく思われたり、それこそ体のためになったり、何らかの形でメリットを私自身がその行いを通して得ているわけです。でも断食というのは食べない、飲まない、怒らない、悪口を言わない、悪いものを見ないという唯一の神様だけにしかその進化は、本当の評価はされないものということなので、神様ご自身がそれに報いてください。唯一の神様が報いてください。その報いたりや私たちの想像を絶するものです。ということで、これはすごいことです。なので究極の先行投資の月だというわけですね。またラマダンは自分を取り戻す月でもあります。أخرج الإمام البخاري عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. في كريكاش من الناس قال: دانجكي توا مسلم من دانجكي تأكل تاني نوم تاني شناي داكي جاهلنا سهم.別の言葉でもこう言われています。ロッバサイミンライサラホミスキアミヒインダジュー、ちょっとすると断食をする人の中には上空腹しか得られない人もあるかもしれません。ロッバサイミンライサラホミンキアミヒインダッサー、そしてラマダンには夜の特別礼拝というのがあります。それこそ1時間から2時間みんないつも以上にお祈りするわけです。そんな形でラマダンはみんな頑張ってお祈りに励んだりするんですけども、そんな人の中にはひょっとすると疲れ、夜更かししか得られない人もあるでしょう。礼拝に立つ人の中には疲れしか得られない人もあるでしょう。それはどうしてですか？先ほどのタクワ、神様への畏敬の念を忘れてしまっているから。だからせっかく食べない飲まない断食をしているのに悪いものを見たり悪口を言ったり、声を荒れて怒ったり落としてしまったら台無しになってしまうわけですね。礼拝にしっかりせっかく立っているにもかかわらず、これは誓いの念を込めていますが、礼拝イマームが今日のナビード先生みたいにコラーン全部覚えているような、立派な先生が
礼拝の先導してくれることが多いんですけれども、コルアーンを600ページくらいあります。604ページとか全部で30部あるんですけども、それを1月に全部読み通そうとするんですね。なのでそれをしようとすると大体いつもよりも2時間くらい余分に礼拝に立っていないと間に合いません。ということで頑張って後ろに立って立つんですけども、気をつけないと礼拝に立ちながら半分寝てる。それでは疲れしか覚えないことになってしまいかねないということで、自分を取り戻す気なのが頑張ります。それから冒頭に学者の言葉として断食は神を恐れる者にとっての手綱であるということを紹介しましたが、預言者ムハンマド様ご自身もサララーハニヒーバサッタアッサウムジュンナル盾であるという言葉をやっています。しもべたる人が地獄の豪華から身を守るための盾だと言われているわけです。なので終電の月でもあります。そしてラマダンは万物の使徒の絆を取り戻す月でもあります。冒頭にお伝えしましたように、ラマダンの断食だけは他の良い行いと比べて大きく違うと言いましたね。断食だけはしない行いだから、食べない、飲まない、怒らない、悪いもの見ない、悪いことしない。なので他の行いと比べても神様のことを、唯一の神様のことをより強く意識する行いだという話でした。でその唯一の神様との絆を強めることの一つに、唯一の神様からの手紙を大事に扱うというものがあります。サラマアイコン、アヘラマサハン。唯一の神様からの手紙って何のことですか？コラン、ありがとう、その通りです。その通りです。あとで聞こえてます。コルアーンです。皆さん、コルアーンってご存知でしょうか？ムスリムの方はもちろん知ってるでしょうけど。じゃあ、コルアーンを一文字読んだら、いくつポイントがもらえると思う？はい。10ポイント。マーシャル、正解です。コルアーンから一文字ですよ。一文字読んだら10ポイントアクラコーサーに貯まるんです。ハーマンは預言者のハーマン様はこう言われています。マンカラハッバミキタビラファラフビハサナワラハサナドビアシアンタリハラアクンアリフラミンハッワラビンアリフンハッワラムハッワミンハッ。アッラーの書のうち一文字読む人には一つの善行があります。その一つの善行が10倍にして報われます。アリフラーミーンと3文字からなるコルアンの説があるんですけども、それをもって一文字とは言いません。そうではなくてアリフで一文字、ラームで一文字、ミームで一文字ですと言われています。なのでじゃあコルアンを読むときに、コルアンの一節として第一章はビスミラヒルラハマニルラヒームと、ムスリムであれば誰もが何を行うときにも口にする、慈愛が招く慈悲深き唯一の神が皆の上という言葉を唱えるんですけども、その文字は何文字ありますか？ビスミラヒルラハマニルラヒーム、全部で何文字ありますか？
はいはい。アミン。はい。え？十二じゃない。わかんちゃった。十じゃない。違う。違います。さ、最後、それは、か、かずちゃん、かず。違う。じゃ、最後の一人、はい。十三じゃないです。はい、ああ、チョコレート。見ちゃった、おかしい。え、もう、何。違います、違います。もうおしまい。もう、カズ言えば入りますよ。答えは19です。19問。19問。ということで、19で10倍してもらうと、もう190のポイントが、ミスミンダーヘラフナーミラヒント、コルアンから読みさえすれば、アメル講座にたまるわけです。なんと美味しいお話でしょうか。ということで、しかも、一般の皆さん、あくまでもちろんムスリムとしてイスラムの味方から見たお話をしてはしてはいるんですけども、質問です。果たしてこの世界にコロナ以外にですね、コロナ以外に人間の手が加えられないでそのまま残っている神の言葉があるでしょうか。これは神の言葉ですと人間が主張する書物は様々にあります。が、人間の手が加えられていないものというのは、私はついぞコルアン他には知りません。なので、日本では KY という言葉に代表されるように KY って、あいつ KY だよね。もう古いですか、これ。古い？本当？ごめんなさい。じゃあ外国出身の皆さんに質問です。外国出身の皆さん、日本で大事なのは何ですか。今その KY さんのヒントですけど、日本では何を読むことが大事ですか。今誰が答えてますか。え、今誰が答えてくださいそうですね。日本では空気を読むことが大事とされます。空気を読むこと、つまり周りです。周りの目を気にすることが大事だとされるのがこの日本社会とされます。空気を読めないと馬鹿にされてしまう。でもですね、極論すればムスリムにとってはもちろんだからといって常識を無視していったわけじゃないんですよ。日本のルールを無視していったわけでは決してありませんよ。いいですか。けども人間として大事なのは空気を読むことじゃないと思います。空気ばっかり読んでいても神様とつながっていなかったら一体どうなんでしょうか。空気を読むことに長けて八方美人な生き方をして、それこそみんなの人気取りをして、みんなからよく思われて生涯を閉じようとする。例えばです。でもその人が死んでしまった後、死後本当にその人のためになるものって何でしょうか。みんなからの人気ですか。
空気を読んで生きてきた、みんなの目を気にしてきた、それでしょうか。私たち人間は何と何でできていますか。
ヒーリングコーナーにコロアーンの CD が置いてあったくらいですよ。それくらい夜眠れない時があるのよねって方は試しに聞いてみてください。コロアーンは非常に美しいものです。なのでそのように地上的なもの、天上的なものと合わさったのが私たち人間という存在なので、双方の栄養を大事にしてやる必要があります。その心の栄養は天上的なものでなければならないということで、コルアンを大事にする。このラマダーンの月こそはコルアンが唯一の神様の身元から天、そのこの世の天です、この世の天に一度に下された掲示された月とされています。だからラマダンとコルアンの結びつきもすごく深いんですね。そうしてその上で23年間の預言者ムハンマド様の最後の預言者としての人生を通して、後世の私たちに分かりやすいようにさまざまなエピソードを通して少しずつ少しずつ掲示されたというのがコルアンとされています。時間にもなってまいりましたので締めくくりたいと思いますが、ラマダンはみんなが集う楽しい月ということで、皆さん、もうじきやってまいります。イフタールの時間をどうぞ楽しんで帰ってください。忘れないうちに申し上げておきますが、一般の特にムスリムではない一般の日本の方はそんなの差別だって言わないでくださいね。これまでの反省点を踏まえての対応ですので、3階に別室が用意されていますから、エレベーターで3階に上がっていただいて、3階でイフタールのランチキャビの食事をいただいてください。そうしないとなぜこのような対応を取っているか、取るようになったかというと、1階の大きな部屋があるんですけども、そこはもう遅れを取ったら食べるのもありませんっていうくらいカオスになりますから、はい、なので皆さんご理解をよろしくお願いします。ということで、いろいろと難しい話もしたかもしれませんが、つまるところラマダンは、日本人たちの人にとっては正月が、大晦日から正月が1ヶ月ずっと続く、むしろ人にとっては楽しい月なんだということを覚えておいていただければ幸いです。なので憐れんでいただく必要は一つもありません。まあラマダン断食なのねと憐れんでいただく必要は決してありません。むしろムスリム同士はお互いにラマダンがやってくると、ラマダンおめでとうと、ラマダンムバーラク、ラマダンおめでとうと言って喜びを分かち合うんです。なのでその喜びを共に分かち合っていただけたらと思います。どうもご清聴ありがとうございました。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. My dear respected brother and sister, first of all, I will explain this, the ayah, then after that, I will thank all of you, inshallah. Here Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, the fasting, observing sawm, is not something new started from the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. It's for all the nation, even the before the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is what exists. So that means the fasting, it was existed from the human, the start of the human, from Adam alayhi salam. So that's why this, the observing sawm, fasting in the Ramadan months, is not something special for believers, only for Muslims, it's for all the human
as Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, that we can gain the conscience of Allah subhanahu wa ta'ala, taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala through the fasting, then we can understand there is the one Lord, one Allah who created this human. This is the, this Allah subhanahu wa ta'ala gave this the fasting, is mentioned in the Quran. それについてはヨーフィクマシンが関係している方なんですけれども、今おっしゃっていただいた英語の方が翻訳が私の方からお訳させていただきます。最初はコランによって、やりよったりなあめんこりばあれきますやんかまこりばあれたりなみかぶなあんかくてたこん、皆さん、信仰者はあなたに、あなたの以前に定められたように、あなたも断食、思案、再開と定められています。それは何が言ったか、本アッパを恐れるようにというのです。そこでは解釈としては、ラムダンというのは断食、再開で、モスリムの人たちだけではなく、預言者ムハンマドさんの場合です。以前からアヤアダム様、最初から今まで あったものなんです。ですから断食はムスリム人だけではなく、その以前にもあったものなんです。Now Allah subhanahu wa ta'ala mentioned شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. This Ramadan month, as before the Shaykh Ahmad also mentioned, Allah subhanahu wa ta'ala sent this complete the Quran from Luh al-Mahfuz ila Bayt al-Izza, the heaven which is near to this ground, this earth. Allah subhanahu wa ta'ala sent complete Quran in Laylat al-Qadr. So here also Allah subhanahu wa ta'ala mentioned Huda lil-Nas, this Quran guidance for humans, not for only believers, for all the humans. So that means when we study the Quran, whether we are Muslim or non-Muslim, we get the guidance from this Quran, because this Quran is for all the son of the Adam, all the family of the Adam, all the humans. So this is why I want to send a message to our non-Muslim brother and sister. We have must be to study Quran, then we'll get the real guidance from Allah who created us, who created all these humans. またそしてコランの方が読み続けて、シャフルラマバーナンダリクンジラクリンコーナンコカリナス、ラマダン月です、ね、コランの掲示された月であります。そこではコランですね、でナス、人間みんな皆様のために導きがあるものであります。だからこそラマダンは大切にされていますし、コランですね、コランに掲示されたんですから、最初は一発でコランは全部一番地球に近い空に掲示されて、そしてあとは少しずつ預言者ムハンマドさんの場合のそれが掲示されてきたんです。だからこそ導きですね、このコランでは導きがあるものです。だからこそ自分たちもみんなを応援してコランを読んで、コランを勉強して、そこではその導きを導いてくれるようにお願いします。 So for that, I thank all of our brothers and sisters for joining this hour, this event, this nice evening, and those who are working hard for to make it done for us, from Masjid and from the families, from all. We thank all of you on behalf of the Hira Masjid Islam Center in Japan. Inshallah, after that, our family, inshallah, we will be enjoying our iftar. And hope, inshallah, next year also will join us like this iftar event. And those guests who came from different places and very far from Baraki and from different, we thank all of you. Inshallah, we hope we get the ajal. Those who came from very far places, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala give all of you great ajal for joining this iftar party. And thanks also to the Japanese and Muslim for joining us, for show us that we are the all human brothers. We are all together, inshallah. We work all together, then we get the peace in this country, everywhere, inshallah. Finally, the 参加者, また食事を用意していただいた方もいます。
また ICUT のメンバーの全員はどうもありがとうございます。いろいろ来させてくれて、でまた今からそのドラマがマドリーの時間になってからなりますか。で礼拝してからまた祝福をいい時間を過ごすようにお願いします。また最後には、みんな頑張ってきた祝福を作っていただいたのも、またムスリムの方でもそうだし、ムスリムではない方も、みんなは人間としてはいい、関係を持つように参加していただいて、非常に感謝する気持ちがあります。で、ありがとうございます。Thank you very much. اللهم لك الصلاة وبك الأمن وعليك الصلاة ربنا يا رب اللهم اصل اخواننا المستضعفين في جميع انحاء العالم يا رب العالمين. اللهم سكاي في رشيدك لا يغير وتسلك رسيك. اللهم ارحم موتانا موتى المسلمين. دوكا وتسلك بشسر مونو. انت مسلم بشسر مونو. سير مونو. سير مونو. سير مونو. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين.どうか私たちのうちでやめるものの病を、また娘たちのところでやめるものの病を癒してください。わぴくなじゃみ、あんりなとひくわばか、どうか私たちにわらかと見せることに成功させてください。あんりなみなみ、おそらくはまさにあんまりわらかでしてください。Allahu Akbar, 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 Ashhadu an la ilaha illallah.أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاحLa ilaha illallah